完成、スーパーキュータマジンです。今回の動画は伝説になるぜ。お疲れ様です、前田です。今回はですね、待望のこちらを、買ってきて作ったんですけど、まあ、これはいいんですよ。単体でロボットになって、まあ、超絶かっこいいです。今、武器をですね、こういう風に持たしてます。こんな風にも持てるんですよ。タイムレンジャーのですね、タイムシャドウ的な、感じですね。シャドウセーバーの決め技のですね、ダブルシャドウでしたっけ？そういう感じに持たせれるんですけど、まあ、それはいいんですよ。で、こちら、パッケージ裏側に載ってるこのキュータマジンですね。これにですね、今までのミニプラの、まあ、キュータマがあれば、まあ、大体できちゃうよというやつなんですけど、まあ、これがですね、ネットや YouTube を見てるとですね、なかなかの酷評というか、全合体ってこれはどうなのという感じなんですよね。で、まあ、今回はですね、まあ、ちょっといつもやってますけど、全部合体させてみようかなということでですね、よろしくお願いします。はい、とりあえずですね、キュータマジンに合体させてみました。でもこれすでにですね、他にこれを YouTube に上げてる方とかも、散々お話ししてますけど、かなりですね、この合体にはですね、賛否両論、下手したらPの方が多いんじゃないかという話をされてますね。何がというとですね、これですね。はい。はい、この各ボイジャーたちがですね、ごっそり余るんですね。もう9玉しか使わないので、もう見事に余ってしまうんですね。はい。幽帝王もうこんな感じで、ごっそり余ります。そう、なので、まあ、今日はですね、なんとかですね、この余ってる子たちをくっつけれないかという、まあ、毎年やってます、試みですね。去年の獣王者の時もやりましたし、この間の竜帝九連王の時もですね、くっつけなかった3体のメカをくっつけたりとしてみたんですけど、ちょっと今回は厳しそうですけど、やってみたいと思います。余剰をちょっとくっつける前に少し、気になったのはですね、まずこれですね。大活躍のこの肘パーツですけど、これはですね、使えますよね。この手首が本来は全然曲がらないんですよ。結構ちょっと曲げるだけでぶつかっちゃうんですけど、この手首パーツをつけてやることで、結構ここは、うん、こんな風に曲がるようになりますね。よ。つけて、あ。で、こうすると。こうすると結構手が曲がるようになりますね。うん。こんな感じですね。で、これはいいんですよ。で、あと気になったのが、この頭ですね。頭は正規の合体方法ですと、シシボイジャーのこの頭をですね、使うんですよ。ただこれ、ここの突起のせいで、もう、なんて言うんですかね。首が後ろに曲がんなくなっちゃったんですね。これなんでここにつけるんですかね。デザイン上、正面から見たときに、この、灰色の部分、ここがこう、顔周りに必要だからですかね。これ外すと、ここのボールジョイントがそのままぐりぐり回せるようになるので、キュータマジンの顔が自由に動くんですよ。まあ、これが今度また余ってしまうっていう話になるんですけど、まあ、ちょっとこれも踏まえてですね、一応こういう風に、キュータマジンで遊ぶ場合、まあ、普通に遊ぶ場合は、ここ取ってボールジョイントでぐるぐる回った方が、まあ、いろいろな表情をつけられていいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず余談はここまでにしてですね、ちょっとくっつけてみたいと思いますね、他のやつを。完成、スーパーキュータマジンです。できましたよ。余剰パーツなしっすよ。ですね、相当無茶がある合体なので、長時間飾るのは危険ですけど、このように、わかりますか？
ちょっと引かないと全部入らないんで、結構引いてますけど、あの、今回はですね、あの、大活躍したのが、コーボイジャーのあの、足の裏の、噴射口の穴ですね。その穴にですね、ボイジャーたちが見事にくっついてくれましたので、はい、いい感じにまとまってますね。ちょっと後ろというか、全体見ますか。まず正面がこうですよね。で、横回すと、こんな感じです。竜が正面を見てますね。で、後ろがこうです。わかりますか？ですね、竜帝王を後ろに背負わせてるんですよ。竜帝九連王の時の穴を使ってるんですね。で、足をこういう風に開くことでですね、下のジョイントが開くので、そこに、ホーボイジャーを、背負わせた感じになってますね。で、こっち側がこうですね。うん。なかなか良くないですか？裏のこのスカスカな部分も埋まって、いい感じにボリュームがアップして、こっちから見ると、こんな感じですね。で、すべてのパーツが何かしらのジョイントにひっついてます。あの、乗せてるだけとかそういうことはやってませんので、遊び方、後で編集でやっておくので、参考にしていただけたらとは思うんですけど、とにかくかっこいいですよ、これ。余剰パーツもないし、はい。足がこれ以上開かないですけどね。ホーボイジャーが背負われてるので。で、腕の可動はですね、もう、結構、いろんなところにぶつかるのでギリギリですね。こっちもちょっとだけなら、上げれるかな？おぉ。うん。ただ重いんで、だんだんこう、だれてきますね。獅子ボイジャーの各関節もギリギリな感じですけど。近くで見ると、よいしょ。はい。これ上半身ですね。ですね、竜帝九連王のような感じですね。これちょっとびっくりというか良かったのが、鳳凰九玉の場所がちょうど竜帝九連王の時の胸の部分にこう、重なってるような感じになってて、いいんですよ。あ、竜の角が折れてましたね。これはこういう風ですね。はい。で、竜帝九連王のように、こう、九玉を利用して、ボイジャーをつけてます。で、ちょっと竜ボイジャーは、ここにくっつくボイジャーは竜じゃなくて、まあ、大牛ですね。で、こっちは小熊のままです。で、ここ。正面はですね、ちょっとこの腕の先にですね、カジキとカメレオンをつけた都合上ですね、九玉を入れ替えました。色を合わせるためにですね。で、横の、ホーボイジャーのあの羽の裏にですね、穴があって、ちょうどそれが、ホールジョイントのところがはまるので、こちらが天秤で、こちらが、蛇使いと。で、この、わかります？こいつ。こいつをですね、90度ひねって、スペースを作っておいて、で先端にはですね、こっちがサソリと、ワシですね。で、こちらには、狼ということでですね、最初はここに狼つけてたんですけど、やっぱ小熊が重いんですよ。熊ボイジャー。なので、やっぱりこっちにつけた方が無難ということで入れ替えました。はい。これは背面ですね。こんな感じになってますね。オーボイジャーはもうそのままですね。正式な九玉人の合体の仕方のままやってますね。まだ色々ジョイントがこういうとことか、もともと旧玉をつけるところとかあったので、いけるかなと思いながらやったんですけどですね、コグマが最後までネックでしたね。コグマをつける場所どうしようっていろいろ考えて、ここの羽を外すと、突起があるんですよ。で、その突起にコグマとオオグマをくっつけるっていう話も最初考えたんですけど、まあ、バランス悪くなっちゃったのでやめましたね。はい。で、一応、竜帝王は足がもう、こういう風に、水平に曲げてますけど、こんな感じでですね、足を曲げることで、ちょっと感じは変わりますね。足曲げた正面が、こうですね。こんな感じですね。うん。これはこれで悪くない
かなと思いますね。龍が顔を出してますね。うん、こんな感じにもできますね。で、あとちょっと余談ですけど、最初に首の話したじゃないですか。よっ。これですね。今は、説明書通りにつけてます。こいつですね。シシボイジャーの頭ですけど。で、これ取っちゃえば、ボールジョイントが結構自由に効くんで、いいかなと思ったんですけど、こいつが余るんですよ。なので、ちょっとさっきいじってたらですね、これ反対にして、こうやってつけれるんですね。こういう風。そう、こうすると、ここ浮くんですよ。なので、ちょっと見た目は、正式のものとは変わると思うんですけど、ボールジョイントで、さっきよりは顔が動くようにはなりますので、こうですね。わかりますか？ちょっと他のとこも動いてますけど。はい。こういう風にすると遊びやすくなるんじゃないかなと思います。いや、今回のキュータマジンの合体はですね、僕最初写真で見た時にシシボイジャーを使われてることも気づかなかったんですよ。もう、ホーボイジャーが変形して、キュータマがくっつきまくってる風だと思ったんですけど、まあ、幸いシシボイジャーだけは使われてましたけどね。ただですね、ちょっとこれを全合体と呼ぶには、まあ、僕も、納得はいかないかなという感じですね。まだ夏なので、まあ、去年でいうところの、ワイルド搭載キングになったという段階ですよね。だから冬に向けて、もう一台メカが出てきて、まあ、それに全合体するというパターンだと思うんですよ、今年も。ジュオージャーでいうキューブホエールですね。なので今回のキューレンジャーは、まあ、このボイジャーたちをですね、ちゃんと全部くっつけれるような全合体をしてくれるといいんですけど、下手したらですね、またこのキュータマシンのようにですね、キュータマだけ、くっつけてですね、配全合体となった最終ロボになっちゃうと、ちょっと面白くないかなという気はしますね。せっかく、カラフルでですね、いいメカがいっぱいあるので、まあ、キュータマだけじゃなくてですね、こういう、ボイジャーをですね、くっつけて、最終合体まで行ってほしいなと思いますね。はい、ということで今回はですね、キュータマ合体シリーズ04ギガント鳳凰のですね、キュータマ人に合体させた後のですね、皆さんのフラストレーションが爆発してます、余剰パーツ大量発生問題をですね、解決する方法を考えてみたので、お送りしました。まあ、これ以外にもですね、くっつけ方あると思うんですけど、まあ、これ僕気に入ってます。全部のボイジャーくっつきましたし、ちょっと長時間飾るのは危険だと思うんですよ。無理やりはめてるんで。本当は、何もはまらない、こう、穴にですね、無理やりボールジョイントを押し込んだりしてますので、もしかしたら最終合体に使う穴なのかもしれないんですけど、現状不明ですね。で、あ、ごめんなさい、ちょっとまた、締めのコメントで最後に、また言うのは何なんですけど、これわしの、この突起って、未だに使われてないですよね。背中に背負わせるあの、九連王の、羽に見立ってくっつけるっていうのは、あれはオリジナルの合体じゃないですよね。まあ、ミニプラ独特の遊び方みたいな感じになってますけど、このジョイントが、未だに使われたことがないので、最終合体にこれは使うんだと期待しているんですが、どうなんでしょうかね。すいません、話がそれました。はい、ということでですね、また、動画撮ったらあげたいと思いますので、よかったら見てください。前田でした。お疲れ様でした。はい、ではですね、スーパーキュータマジンへの合体のさせ方を説明したいと思います。まずですね、キュータマジンの方ですね、ちょっとくっつけやすいようにですね、バラバラにします。この腕を外しますね。外して、反対側も。よっ。で、この後ろに背負ってるですね、鳳凰も外します。よっ。こうですね。で、小熊キュータマと竜キュータマも外します。よっ。はい。こんな感じです。で、ですね、ちょっと後から付けるボイジャーの都合上ですね、この肩のキュータマもですね、外します。カジキ、
カメレオン9玉外しておきます。次にですね、カメレオンのところにサソリ9玉、でカジキのところに、ワシ9玉、で、さっきワシがついてたところにカジキ、サソリがついてたところにカメレオンと、こうつけます。で、この腕をじゃあくっつけてみますね。まずですね、じゃあカメレオン側からこっち側ですね、この、鳳凰ボイジャーのこの、噴射の部分っていうんですか、なんていうんですかね、これをですね、こういうふうに90度曲げてやります。そうすることでですね、まあ、こことここの穴がですね、有効活用できそうだということで。で、今回余剰のパーツをこれからどんどんはめていきます。まずカメレオンボイジャーですね。カメレオンボイジャーはこのカメレオン9玉にはめてやりますね。これちょっと角度とか、あとこの引き出しパーツをうまく使って、はい、このように。してあげてください。で、ここの穴にですね、この関節パーツを取り付けた和紙ボイジャーですね、和紙ボイジャーは羽を外に向けるためにですね、こちら側の穴、こっちですね、こっちにはめますよ。はい、こんな感じですね。で、あとはこっち側、こっち側の穴にサソリボイジャーですね、これをこうするとですね、干渉せずにはまりますね。はい、よ、こんな感じで、左手の完成ですね。くっつけていきます。はい、で今度は右手ですね。右手はこのカジキの風ですね。ここ、さっきと同様に90度曲げて、でカジキボイジャーをカジキ9玉にはめます。はい。まあ、角度は微調整してください。これですね。で、ここの穴にですね、狼をはめときましょう。で、あ、狼もですね、こう関節パーツ。つけてます。これつけないとちょっと、届かなくて、これをつけます。はい。このようにしますね。で、ここの突起を元に戻す。うん。はい。で、次にですね、この、これが超便利な穴なんですよ、今回。これです。この鳳凰ボイジャーの羽の裏の穴がですね、なんとなんとですね、こういう、ボールジョイントがはまるんですよ。で、さっき僕はこっち側天秤じゃなくて、蛇使いですね。まあ、適当な形に変形した蛇使いボイジャーをこの穴に、わかりますか？ここですね。この穴に刺します。で、ちょっと形を整えて、で、この羽がですね、こう、ボールボイジャーの時のようにこう、稼働できるので、まあ、ちょっと前を向けておくとかっこいいかもしれないですね。で、反対側は同様に、天秤ですね。これも好きな形に変形しておいて、で、これですね。で、この穴にですね、このジョイントをはめてやります。はい、はまりました。はい、これで腕の完成ですね。で、次背中ですね。ひっくり返して、こうなってるんですけど、通常はここに鳳凰ボイジャーを背負うんですが、今回はですね、この下の穴に鳳凰ボイジャーを背負わせます。はい、さっき取り外した鳳凰ボイジャーですね。従来は上につけるやつを下の穴につけます。なので足がちょっと閉じちゃうんですね、これで。でも仕方ないですね、合体するには。はい。わかりますか？このように、くっつきます。
まあ、形は後で整えるとして、はい、で次がですね、これです、竜帝王。まあ、これも今回丸々余るんですけど、余らせないようにですね、うまく考えましたので、あ、今もうついちゃってますけど、これ兜、本当は従来はこう竜帝王のお顔にですね、こう被せるパーツなんですけど、まあ、竜帝王顔があるとおかしいので後ろ向きにしておいて、で、ここの突起にですね、まあ、通常のようにはめます。これも問題なくくっつきますの で、ここの、2箇所にですね、こっちが小熊九玉ですね、でこちらに龍、はめます。で、ここの穴にはですね、問題なくコグマゴイジャーが刺さります。でこちら側に、余ってますですね、お牛をはめます。まあ、スティンガーのスコルピオ対スティンガーの下りでチャンプとコタロウは結構絡みましたので、まあ、ここで合わせてやるといいかな。で、まあ、こういう風に腕を前にする感じでやってですね、で足をですね、もうガバッと広げてください。重要なのはここの突起が、前を向いてれば OK ですので、ここはお好みですけど、まあ、竜の体をですね、こうひねってやって、まあ、竜の顔がですね、こういう風に外に向いた時にですね、ちゃんと向くようにしてあげても別にいいですかね。でこちら側も上げます。で、この竜帝王をですね、この背中にくっつけます。竜帝九連王の時の従来のジョイントですね、に刺して、あとはちょっと形を整えてあげてください。ということで、スーパー九玉人の出来上がりです。どうですか？よろしくお願いします。前田でした。